バレンシア風、パエリア、パエリア、パエリアもしくはジェイスモでパエリア、パエージャとは、スペイン東部、バレンシア州のバレンシア地方発祥の米料理。世界的に人気のあるスペイン料理の一つで、本場バレンシア地方では、パエリアの祭りなどもある。屋外で巨大なパエリアを調理するパエジェーロたち、パエリアという言葉は、本来バレンシア語でフライパンを意味する。バレンシア地方の外に、 この調理器具を用いた料理法が伝わるうちに調理器具よりも料理の名称としてスペイン人全体や他国民に浸透していった。パエリアを炊く人のことを女性ならパエジェーラ、男性ならパエジェーロと呼ぶ。パエリアの起源はスペインに稲作をもたらしたアラブ人に由来する。起源9世紀以後アルアンダルスのムスリムの間で作られてきた。 ピラフと同様にその歴史は古い。つい近年までは、オレンジの果樹園で働く農民たちが、オレンジの木の下でパエリアを昼食として調理する姿が頻繁に見かけられたという。祖からも賞味される。ここが一番美味という意見もあるパエジェーラと呼ばれる、専用のパエリア鍋で調理する、米料理で、野菜、魚介類、肉などの具材をたっぷりと入れて炒め、それに米、水、 黄色の着色料としてサフランを加えて炊き上げる。その際に蓋をし、いわば具材を蓋の代わりにして炊き上げるのが一般的である。サフランは高価なため安価な着色料が使われることもある。パスタのアルデンテと同様、米にわずかに芯が残るように炊くものという人もいるらしいが、本場バレンシア地方では芯の残ったものは炊き方が悪いものとして嫌われる。 またバレンシアでは汁気が残ったり米が柔らかくなりすぎたものもうまく炊けていないものとされる。一方バルセロナを中心とするカタルーニャ地方などでは汁気を飛ばしすぎないパエリアが一般的である。鍋の底にはソカラと呼ばれるお焦げができるようにする。伝統的な調理法ではある程度炊き上げてからパエリア鍋をオーブンに入れ加熱して水分を飛ばすが 屋外で焚き木を使って炊いたパエリアだけが真のパエリアだとする意見もある。いずれにしても調理中は混ぜないことが重要である。パエリア鍋タコ、エビ、ムール貝、ヨーロッパ赤ザエビ、イカ、白身魚を用いた魚介系のパエリアが有名だがバレンシアの漁師が獲物を米と一緒に煮込んだのが始まりと言われるバレンシア風パエリアはウサギ肉、鶏肉、カタツムリ、 インゲン豆、ピメントなどの山の幸を中心にして作る。基本的に塩とサフラン以外の調味料、香辛料は入れないため、材料の風味を生かした素朴な味わいになる。魚介類も肉も入れたパエリアをパエージャミスタと呼ぶが、比較的新しい種類のパエリアであり、邪道と考えるスペイン人もいる。パエリアに使われる米は、調流種ではなく単流種である。さらに、 カタルーニャ地方には、米の代わりに、フィデオと呼ばれる、ベルミチェッリほどの太さかつ長さ2から3センチメートルほどの、ショートパスタを用いたフィデオアという料理もある。ありがとうございます。